はい、皆さんこんにちは、ずこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ、来週から大型キャンペーンスタートということで、今週もやってきましたキャンペーン日曜日のまとめ動画ですね。今回は2月の10日から2月の16日まで、来週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。一部のキャンペーンについては除いてますので、ご了承ください。それでは行ってみましょう。それではまずは PayPay からですね。PayPay では主に4種類の大きなキャンペーンが開催中です。まずは街角 PayPay の第2弾ですね。期間は3月31日まででして、キャッシュレス消費者還元事業の 5% のお店であれば20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくるキャンペーンですね。PayPay チャンスに外れた場合でも、最低でも 6.5% は還元されるので、なんちゃかんちゃお得なキャンペーンですね。次は PayPay とタクシーのコラボキャンペーンがラストの週となりまして、期間は2月の13日までですね。PayPay が使えるタクシーで、なおかつキャンペーンのステッカーなどが貼っているタクシーを利用したらソフトバンクYモバイルもしくは Yahoo プレミアム会員の方は 10% 還元、それ以外の方は 5% 還元されます。配車アプリの DiDi も対象ですね。次に PayPay モールですね。こちら街角 PayPay 同様に3月31日まででして、最大で 20% 還元されるキャンペーンとなっています。同時進行で、現在 PayPay モールの ZOZO タウンでは、最大で 10% の還元のキャンペーンも開催されてます。次に、対象店舗で最大でも 50% 還元のキャンペーンということで、期間は2月の29日まで、付与上限は1回に500円で期間中1500円までのキャンペーンとなってます。まあ僕の予想では PayPay 大好きな方であればもうすでに使い切ってる方も多いのじゃないかなと思います。このキャンペーンの対象店舗は、コークオンペが使える自販機、31サンマルクカフェ、すき家、花丸、日高屋、松屋、吉野家となっています。このキャンペーンはいい感じにお得なので、ぜひですね、お時間ある方は使ってみるのもいいと思います。次は D 払いですね。D 払いでは主に4種類のキャンペーンピックアップしてます。まず1つ目は D 払い生活応援キャンペーン、キャッシュレス消費者還元事業の 5% のお店であれば D 払いがさらに 5% 上乗せして合計 10% の D ポイントが還元されるキャンペーンとなってまして、エントリーが必須で3月の31日までとなっています。まあ、ここには入れてないんですけども、福岡県ではドラッグストアの新制度もこの中に入ってるのと、今はちょっとしたそのキャンペーンもあって、D 払いでその新制度というところで決済したら実質 30% 還元も受けることができるので、まあ、公式ページをぜひチェックしてみてください。あと、ドラッグストアつながりで僕の住んでる地域にはないんですけども、まあ、関東の方にあるウェルシア薬局でも D 払いで決済したらお得なキャンペーンも開催中です。2つ目は飲食店プラス 10% 還元のキャンペーンというのが3月31日まで開催中です。こちらのキャンペーンは11時から14時の間に対象店舗の飲食店で D 払いで決済したら D ポイント 10% が還元がされるということですね。まあ僕はこのキャンペーンでちょくちょくサンマルクカフェを利用することが多いです。3つ目は D 払いと吉野家で 10% 還元のキャンペーンですね。こちらは現在開催中で2月の29日までとなっています。このキャンペーンは対象外の吉野家もあるので、公式ページをぜひご確認ください。まあ、PayPay の最大 50% 還元を使い切ったら、まあこちらの方にシフトするのもありですね。そして4つ目は D 払いのコンビニで 10% 還元のキャンペーンが、これがラストの週となります。2月の16日までですね。対象のコンビニはローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100、ファミリーマート、セブンイレブン、ポプラ、生活彩華、クラッシュハウス、38、ミニストップ、東海、キオスクとなっています。もうくどいぐらい散々お伝えしてるので、このキャンペーンで何を購入すればいいかもうあえて言いません。あと D 払いに関連しまして D ポイントのキャンペーンも大きく分けて3つあります。まずは、ファミリーマートで D ポイント40倍のキャンペーンですね。こちら40倍とありますけども、実質 20% 還元に近いので、このように記載させていただいてます。こちらのキャンペーンは、期間は2月の17日まで、対象のファミリーマートで D ポイントカードを提示して決済したら D ポイントが40倍もらえます。お会計の前に必ず D ポイントカードを提示して、それから決済を行ってください。次に、ローソンで D ポイント20倍のキャンペーンですね。こちらラストの週となりまして、2月の16日までとなっています。先ほどのファミリーマートと同様に 20% 還元とほぼほぼ似たような感じですね。あとは街カフェドリンクを購入したら50ポイントがもらえるキャンペーンも同時開催されてます。期間中、街カフェのコーヒー S サイズなどを頼むと、まあ、実質50円ほどで飲めることになりますね。いや、これは本当にお得です。ちなみにここ最近はこのキャンペーン含めて、ローソンのお試し引換券朝7時の争奪戦も結構楽しんでます。あれ結構面白いですよね。そして D ポイントでは抽選にはなるんですけども、D ポイント55チャンスというキャンペーンも開催中でして、このキャンペーンは D ポイント最大で3万ポイントが当たるキャンペーンとなってます。まあ、抽選ですね。キャンペーンにエントリーした後は、普段のお会計でまずは D ポイントカードを提示して、対象の加盟店にて税抜き400円以上のお買い物をします。それをまあ別々のお店5店で回るか、同じお店で20回使うかでキャンペーンに参加可能となります。なので、この機会にまあ D ポイント加盟店のいろんなお店で足を運ぶのもありですね。ちなみにこちらの画像は僕のツイッターでもつぶやいたことあるんですけども、 D ポイント55チャンスで自分が実際にどこのお店で行ったかを確認できる画面となってます。まあもちろん公式のページから見ることができるんですが、反映される前だいたい 2,3 日ぐらいかかるらしいので、まあそこはぜひですね、気長に待ってみてください。ちなみに僕はご覧の通り、ローソンとファミリーマート、あとはドラッグストアの新生堂、まあちょっと先ほどお伝えしたドラッグストアですね。まだこの画面には反映されてないんですが、先日山屋というお酒を売ってるところでちょっとした調味料を購入したので、まあこれがあとその4回目、そしてあと1店舗どっかに行こうかなっていうふうに思っています。次は楽天ペイですね。楽天ペイでは主に2つのキャンペーンが開催されています。1つ目はこちら全店舗対象期間中ずっと 5% のキャンペーンが3月の2日まで開催中です。楽天ペイが使えるお店であれば、どこでも 5% のポイント還元されるものとなっています。このキャンペーンに参加するためには必ずエントリーが必須となってますので、そちらも忘れないようにお願いします。ちなみに僕は PayPay とか D 払いが対応してない時は、楽天カードと紐付けした楽天 Pay をよく召喚しています。2つ目はワタミグループにて 5% のポイントバックキャンペーンですね。こちら3月の2日まで開催中で、先ほどお伝えした全店舗対象 5% 還元のキャンペーンと組み合わせて利用可能となってます。まあもちろん先ほどもお伝えしたように、それぞれのキャンペーンに参加するためにはエントリーをお願いします。次はメルカリやメルペイですね。大きく2つありまして、先日メルカリとドコモが業務提携をしたということでキャンペーンが開催されてます。期間中、金曜日、土曜日にメルカリで D バレで決済をしたら最大で 20% の D ポイントが還元されるキャンペーンですね。ちなみに期間中の金曜日、土曜以外でメルカリで D 払い決済をしたら、D ポイント 10% 還元。そして、金曜日と土曜日なら条件を満たしたら最大でも 20% 還元されるということになってます。ちなみに、来週は2月の14日と2月の15日が金曜日と土曜日なので、まあ、このキャンペーン気になる方はぜひですね、公式ページチェックしてみてください。そして、こちらのすすメルペイのキャンペーンも絶賛開催中です。メルペイの招待をしたら500ポイント、そしてメルペイに登録したら1000ポイントがもらえます。メルペイの登録した方は免許証などを使って本人確認が完了した後にポイントがもらえるようになってますので、お気をつけください。一応下の概要欄に招待コード貼っておきます。次は来ました au PAY ですね。au PAY で大きく3つのキャンペーンですね。ついに明日から始まります au PAY 毎週10億円もらえるキャンペーンですね。始まる前から色々とネット上では話題になりっぱなしですね。まあ、こちらのキャンペーンは3つのステージに分かれていまして、最初のステージ1は明日の2月の10日から3月の1日までとなっています。けどまあ早期終了の可能性もあるということでしたので、まあ、場合によっては明日、それか火曜日が祝日なので、まあ、そこらあたりが一番盛り上がるんじゃないかなというふうにも噂がされています。次、こちら au のスマートパスプレミアム会員の方限定になるんですが、ファミリーマートそしてローソンにて税込み200円以上のお買い物で利用可能な50円引きのクーポンというのが出ています。これは期間中毎週もらえるので、au スマートパスプレミアム会員の方は使ってみるのもいいと思いますね。あと au PAY とドラッグストアのトモスとの抽選のキャンペーンが開催中です。こちらは au PAY で一度に税込み1000円以上支払ったら抽選で100名様に2万円分の au ウォレットポイントがもらえるキャンペーンとなってます。次に FinePay ですね。こちらも大きく2つあります。1つ目は一度に5000円以上の現金を FamiPay にチャージすることで FamiPay ボーナスが200円相当がもらえるキャンペーンというのが開催中です。期限はすでに始まっていまして2月の29日までとなってます。ちなみに初めて5000円以上現金をチャージされる場合は FamiPay ボーナス200円相当が追加されるので、初めての方は実質400円分がもらえるので、ぜひこれもお得なので参加してみるのもいいと思います。そして2つ目はバニラビザギフトカードで、ファミペイ払いで購入すると、ファミペイボーナスが購入金額の 5% 分が還元されるキャンペーンというのも開催中です。そして最後待っていましたと言わんばかりのみんな大好きのゆうちょペイですね。なんとゆうちょペイでは現在ポプラ、生活彩価、クラッシュハウス、38で使える200円オフのクーポンが出ています。こちらはなんと2回まで使うことができるので、よくポプラを利用される方はこのタイミングでゆうちょペイを復活させるのもいいのではないでしょうか。日程だけまとめるとこんな感じですね。これら赤い文字のところは来週で終了するキャンペーンですね。パッと見る限り PayPay とタクシー、D 払い、バナナチップスチョコ、そしてローソン D ポイントあたりですかね。なので来週までの間にローソンで D 払いで決済をすると実質 30% ほどの D ポイントの還元受けることが可能なので、もし利用される方はそれぞれのキャンペーンページでエントリーも忘れず参加してみましょう。あと、こちらの青い文字は来週からスタートするキャンペーンですね。なんといっても明日からの au PAY の 20% 還元ですよね。ちなみに以前動画にもしたこちらのキャンペーン、セブン銀行 ATM に1万円以上チャージするだけで抽選で1000円相当当たる、プレゼントのキャンペーンも開催されてます。こちら抽選なので確実というわけではありませんが、それぞれのスマホ決済の大型のキャンペーンとかに参加する際は、特にクレジットカードとかからチャージする予定がない方は、セブン銀行 ATM から1万円チャージするっていうのも一つの方法じゃないかなと思ってます。そんなこんなで今回は来週2月の10日から2月の16日までのキャンペーンについてまとめさせていただきました。明日なんといっても au PAY のキャンペーンがかなり本当盛り上がりそうですよね。一応下の概要欄にキャンペーンのリンク貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。また月曜日からも頑張っていきましょう。ご視聴どうもありがとうございました。先ほどもお伝えしたんですが、au PAY の 20% 還元のキャンペーンですね。僕はぶっちゃけそんなに今回は買わないと思います。物欲もここ最近ないので、あと家具家電とかも間に合ってるので、多分使ってもドラッグストアとか生活消耗品を買うぐらいかなってとこですかね。なので、もしですね、これを買おうかなっていうちょっと大きな買い物をされる予定のある方は、検討されてる商品などがある場合は、本当にそれ必要かなって感じで一度思いとどまるのもありだと思います。無理に購入して全然使わなかったりしたら本当にただの浪費になってしまうので、ある程度自分のライフスタイルに合ったものを買うのがベストだと僕は勝手に思っております。お得な情報を発信しながら言うのもなんなんですけども、僕自身スマホ決済デビュー当初は結構使いすぎていた自分がいたので、その教訓が今にちょっと生きてるのような気がします。ということで明日スタート切る前に一呼吸置いてお買い物してみましょう。それではありがとうございました。